退職禁止。お願いします相手の得意戦法は合金ですね合金って何でしょうああ、そういうことやる人ですかこれたまりますよね角道開けずにあ引き角する人いますよねなかなか手強い戦法だなと思いますけどね まあ,比較するあーそっかこっちの銀も繰り,か繰り出すんだうんこれ銀二枚使ってこられちゃうとやっぱりこちらの金を活用しないと受からないかもしんないね6六銀ああ6六銀,銀で8六同歩同角まあでも銀,銀じゃないですか8六歩同歩同角は8八飛車とでって 2> 2このまま角成8二飛車成ですから これは8号って受けるってことですかね。うん。どうしようかな。68金と受けるの形なのかな。68金だと、58金でもいいのか。58金でいいか。まあ、角交換して、79角は8号飛車でいいと思いますので、ああ、はい。これはこうですね。で、打ち込んでくる手はありますけどね。87角と打ち込んでくる手は、 あーあーなるほどなるほど7八角と打つってことですねでなるほどとそんなに、ね、関感心してる場合でもないんですけどまあ浮きですかねでまあ5六角なりですよねこれ5七銀と形よく受けると5五馬がうるさいので 2> 2<分>こういう感じなのかなでもちょっと形が悪いですよねうんこんなんでいいのかなって感じもするけどああ入り込むとうん どうしようかな、8 4と伸ばしてもすぐどうってことでもないああでも次打ち込み手があるのか、まあ、ちょっと伸ばしてみるでもこれ9三あ違うんだこれ角打ち取ったらどうなるんですかね同銀同歩なりはちょっとさすんーちょっとやってみるかちょっと乱暴だけど乱暴だけどああは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 ああそれでも受かってますよということですか これ一回、身の運び完成しとくか、まあ、すぐにねなん、どうにかできるどどうにか、どうにかしなくてもいいので、はいえーまあ、次、72角なり同銀、83銀打ちとかあるんですけど、今すぐやらなくても別にいいでしょうからね、うんまあ、その間に、おー,ー、分秒次、8五歩と受けてくるっていうことだけど、ただ、 それならばこうやる手があるかなうん。次八三歩の、あ、もうこれ取りますね。うん。でもこれ、同馬と取あ、でもそっか、同馬、うーん、同馬で7四桂って打つってことか。まあいいや、まあまあしょうがないね。わからん。で、7四桂と打ってくるのかな これちょっと痛いかもしれませんね。これ下に逃げ取れないですからね。どうしたらいいんでしょうね。うんまあどうしたらいいんでしょうねっていうか、まあよくない。まあ切っちゃおうかも。しょうがないから。ちょっと変な手だけど、こうする。いや、でもちょっと嫌だな、これね。これちょっとよくないですね。相手の術中にはまっちゃったかもしれませんね。ただ相手も角,です角1枚で。 どうすんのっていうのはありますけどねおお切ってくるまあこの角もらえるのはねありがたいかなというのはありますけどね、まあ、7六馬とするんですかねまあ寄っといて、まあ、9四歩ですか普通に引いてうーんまあちょっとどうしようかなーいやーどうしようああ分からん うすか次跳ねますよみたいな時間ないですねもうねうん強射打っとく次ゴールフしたと活用する手とかあるかなっていううううううう30秒30秒になっちゃったおっとよく分からん、まあ、次7一角と打ってみたい

なんか時間もないし時間もないですねああまあもうと緊張していこうかりゃあ、まあ、これ4球とか早い<秒>どうするんですかと <laughs> 取りましょうか いや、これまいったね。これ時間がないですね。これ切ってくるんじゃない。あ、これつ、あ、詰んじゃったじゃん。やば。悔しいじゃろ。この悔し涙を力に変えるんじゃ。えーとですね。ええ、で、これ、零点、零パーセントからもう下がらないですね。うん。 えーとですね、最近、ちょっとネットで話題の詩人逮捕系ユーチューバーていう話なんですけど、えー、正義の味方のつもりか詩人逮捕系ユーチューバーに批判追跡男性が階段で転倒したまで落ちてたら大けが、えー、盗撮痴漢の撲滅を掲げて活動する YouTube チャンネルガッツチャンネルの中島連さんをめぐり SNS で批判が高まっている。 ガッツチャンネルの中島さんはパトロール系 YouTuber を自称して活動している X のパトロール欄では痴漢盗撮規築プロジェクト推進中としている、えー、物議を醸しているのは中島さんが2023年10月28日に公開した階段から転落忍者のような身体能力と不屈の精神を兼ね備える痴漢に自続行使したとの動画だ新宿駅最強制ホームにて 1>, 1人の男をマークしていましたとして各駅停車の車両に乗り込んだ男性の後を追った、えー、若い女性の背後についた男はつりかばにつかまることもできるはずですが手を下ろしています揺れに乗じて犯行を行うのではないかと思い男の手元に警戒を強めますなどとするも混雑する車内では男性の手元を確認することはできなかった、えー、池袋で折り返し再び新宿行きの電車に乗り直す男性を見て痴漢目的であると確信したという 同じルートで周回する男性を追いかけ同じ車両に乗り込んだあまりの混雑のためここでも犯行を確認することはできませんとしていたものの、えー、ドアが閉まると掴んでいた吊り革から手を離しまた手を下ろします車内は非常に混雑し男の手元を見ることができませんしかし男を下ろした手をもぞもぞと動かしているの中島は自身の太ももで確認しました青マークの夫婦女性も触られている感覚があるのか何度も男の方を振り返りますと男性の声を疑ったうん 中島さんは、お姉さん、この人に触られてないですかと小声に、えー、声をかけた。女性は大丈夫と答えるもん、男性についてさっきも往復してるんですよ。新宿から池袋をと説明した。女性の背後に立つ男性に、なんで往復してたんですかとすると男装へ無言。中島さんがなんで往復したんですか答えられないんですかなどと質問するもん、男性は別にと答えるのみだった。何度か質問を繰り返し、女性に被害があることを確認したとした中島さんは、池袋で男性を警察に引き渡すことを決めたという。池袋池につくと 中島さんは男性に対し交番連れてくけん待てごらまたんかいとこれを荒げた身をよじる男性に言い訳するんか何かあるなら言い訳したらいいんじゃないんですかなどとし男性の体を両手で掴んだ中島さんがこれ以上逃げるなら制圧しますなどとして盛り合いになるも男性は一瞬の隙をついて駆け出したしかし男性は中島さんに下半身をつかまれたことでバランスを崩したようで階段を転げ落ちていった 追いかける中島さんは駅の構内で再び男性にタックルし破壊締めにする場面もあったその後男性と、えー、男性は駅員と警察に引き渡された、えー、中島さんは28日 x で、えー、階段からこれだけ落ちても通行人からキックされても何事もなかったように逃走する忍者のような痴漢がこちらですとしてダイジェスト版の動画を公開した、うん X では多くの人が行き交う駅で危険な声で出た中島さんに対しやりすぎではないかとする批判の声が寄せられている男が階段から落ちた時下に人がいなかったのが運営良かったですけですなこんなのに巻き込まれて怪我したくないしそもそも怪我させられても何の責任も取らずに逃げそうだし駅もぼーっとして歩けねえな階段から人転げ落ちてるじゃん頭で,までも打って死んだらどうすんの 数段転げた程度だったから良かったけどこれ下まで落ちてたら OK が目立ったなし場合によっては死ぬぞ、人逮捕系とか何がしたいの正義の味方のつもりなんかねっていうまあそういうい話なんですけどあのー、そのですね、あのーまあそののまそ中島っていうこの人の行為が、まあ、法的にどうなのかというのは私にはよくわからないです。うん、で まあ、痴漢がですね、えーまあ、痴漢っていうのも、まあ、厳密に言うと痴漢っていうのと迷惑防止条例違反っていうのは違う,違うと思いますけどもあの、それはもう法によってですね、ちゃんと、えーほまあ、本当にやったのであれば、ちゃんと裁かれるべきだと思いますけれどもね、でそれと同じようにこの中島の行為に関しても、えー、やっぱりその、 うーんまあ現行犯での逮捕っていうのはまあ法的にはありなんでしょうけどもただまあそのねただまあ素人がもうなんか自分の判断でこいつ悪いことしてんじゃないのみたいな感じでねバン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 やりまくるとさそれはそれでめちゃくちゃになっちゃうからまあどうなのかなっていうのはあるんですけどもでさまあ今日はそのねこの人の えやってることを、この中島さんのですねやってることをそのものをですね、いいとか悪いとかいうのはちょっとこの辺、ちょっと置いといてですね、あのー <coughs>、あの、あの、まあ、もともとですね、この中島って人が、なんかその、詩人逮捕系 YouTuber ですか、パトロール系 YouTuber とか言ってますけども、まあ、はっきり言ってですね、これは YouTube で自分の動画をさ、 視聴者に見せることが目的でやってるわけですよね。いや、そりゃそうですよね。だって本当にさ、もしもですよ、こいつがですよ、こいつが本当に、えー、正しいことだと思ってやってるだけだったらさ、別にさ、YouTube で動画撮影しなくてもいいわけじゃないですか。でもわざわざ YouTube でそう撮影しながらやってるってことは、あのー、視聴者に見せて、えー、見せようってことなわけでしょうん。で、なんだろうな、 その結局、そのさ法律は法律であるんだけど日本人のさ、まあ、行動原理というかその日本人が何を思ってですね、えー、自分の行動を、えーまあ、規制するかというかその、うんまあ、やりたいなと思ってもちょっとやめておこうってさ、えー、思う時にときに例えばそのあのお店で万引きをするとですね、えー、バレなければ儲かるわけじゃないですか。 ね、だって、例えば、ね、えー、シャーペン一本買うにしてもですね、普通にレジ通せば100円かかるところを盗んでしまえばさ、ただで手に入れられるわけですよね。でも、あのー、普通はそういうことやらないわけですよ。じゃあなんでやらないのかって言ったら、それは、あのー、なんでなんでしょうね。その、自然な良心とか理性が働くからなのかな。まあ、それもあるでしょうけどね。あのー、これは絶対やっちゃいけないことなので、 まあ損得とかに関係なくやらないようにしようっていうのも、まあそれはあるでしょう。うん、で、もしくはあの法律によってですね、えー、人のものを盗むは処罰されるわけで、てかまあ具体的に言えばおまりさんにとっ捕まるわけですよね。だからそれが怖いからやらないっていうのもあるでしょうけれども。 えー、あと一方で、ですねやっぱり日本人の行動を大きく規制しているのは、えー、世間の目なんですよね、世間体なんですね、これが非常に大きいと、でつまり、えー、法律がどうとか、両親がどうであるとか、そういう問題じゃなくて、あのー、みんなから変な目で見られるのが嫌だから、しないでおこうっていうことがありますよね、しないでおこうってこともあれば、何かをしようっていう場合もありますね。 法律的にはそれは OK なんだけど、みんなから白い目で見られるのが怖いからえ、何かをしないでおこうとか、あるいは何かをしておこうとかね、えそういうような、えー、規制っていうのもあるわけですね。でさ、あのー、まあ、今回の中島の場合はですね、その、じゃあ例えばですね、この中島がどういう人なのかわかりませんが、あのー、じゃ YouTube ってものがなかったらさ、やるのかって言ったら多分やらないと思うんですね。うん、だってさ、 さあしてるかなと思ったところで、熱心にそいつを追いかけて、こいつ痴漢してますみたいな感じでやるっていうのはさ、えー、普通の、周りの普通のに日本人からしたらさ、どう見えるかって言ったら、わーなんか頑張っちゃってるわ、何なんだろうね、なんか、なんだこいつはみたいな風にさ、見えるわけじゃないですか。まあ、普通の日本人は えー、ね痴漢してるかもしれないなって人がいたとしても、まあ、見て見ぬふりをすると。っていうのが普通の日本人なわけです。ね。まあ、目の前でね、女性が痴漢されましたなんてね、言えばですね、あ何か起きたのかなと思って、えー、まあ、その女性に味方することは、まあ、あるかもしれないけども、まあ、少なくとも自分からその痴漢を取り,、ま、取り締まりに行こうとかさ、犯人と捕まえようなんて、 まあそれをね、純粋な理性とか良心によってやる日本人っていうのはほぼいないわけですよね、うん。だって自分にとってリスクしかないですからね。うん、だって、あのー、ね、そんなことやったところでさ、えー、ね、おー、素晴らしいねってさ、いやーみんな、いや、ほんと素晴らしいね。いや、ほんと立派な、立派な、最近の若えものは立派だなってさ、 思ってもらえるあるいはそういう目で見てもらえるかって言ったらさ、別に見てもらえないでしょね。だから、えー、大したメリットもないので、わざわざそういうことは、まあ、しないでおこうというのが、まあ、普通の日本人なわけです。まあ、しかしですね、なんでここで中島がそれやるかって言ったら、それは、えー、自分がやったことによって YouTube の視聴者に評価されるっていう、また別の世間体があるからですよね。つまり何が言いたいかっていうとですね、 あの日本人のえー行動、自分の行動をですね、規制するものというのは何があるかというと、まずは人が本来持つ良心というものがまあ一つあるでしょう,う。それから法律というものがありますね。法律というか法律とえそれに基づくあの刑法ですよね、え。ー でそして世間体ですね。あ世間体。えー、まあ大体こんな程度だと思うんですよ。うん。で、えー、まあ三権分立、分立と言いますかですね。まあ私は世間体というのは、ほぼほぼですね、使えないやつだなと思ってるわけですけれども、ただですね、あのー、全く全然使えないかって言ったら、まあそうとも言い切れない面もあってですね、 あの、ま、良心っていうものによってですね、人が持つ自然な良心みたいな、これがちゃんと発揮されて、え、社会が、え、平和で、一人一人が自由に生きられるって、これは理想ではあるんですが、ただこれはね、良心っていうのは、ま、人によってね、その良心の使い方っていうのはちょっと違ってくるわけなんで、ま、どこまで信用できるのかよくわからないと。で、やっぱり法律っていうのが、ま、基本にはなるわけですが、ただま、あさ、あのー、 じゃあ法律がしっかりしてればさ社会は安定したものになるかって言ったらさ、まあ、諸外国見れば分かるように、まあ、決してそうとは言えない面がありますよねだってほらねらアメリカにも法律はあるだろうし、えー、ヨーロッパにも法律はあると思いますけどでもほら麻薬,麻薬がね蔓延してその結構ねめちゃくちゃになっちゃったりとかまあ実際そのねえー、アメリカなんかはですね、あのー、銃発砲する事件なんかも多いわけじゃないですか あと最近だったらタイですね。タイでも、タイのバンコクであの銃発砲する事件があったりとかですね。でもさ、タイだってそれはあの銃に対する規制はあるわけで、で当然その銃,銃でですね、人を撃つなんてことは、それはもう当然、えー、禁じられてるわけですよ、うん。ですが、やっぱり法律だけで全ての犯罪が防げるかって言ったら、まあなかなかそうはいかないわけですよね。まあなんかやっちゃうやつもいると。 で日本の場合はですね、この世間体ってものがあるからこそあの治安がいいという面もやっぱり多々ありますよね。うん、例えば、その例えばその自然災害とか起きた時なんかもそうだと思いますけども、えー、地震とか火事とか津波とか、まあ、そういうのが起きた時に、えー、日本人ってさ、そんな大変な状況でもさ あんまりその、取りめぎ出さないっていうふうに言われますよね。普通だったらさ、まあ人がたくさん死んでしまって、家が壊れたりとか、街がめちゃくちゃになったりですね、ライフラインがね、寸断されたりとかするとですね、人はもう混乱してしまって、もう、もうどうしう、もうねもうし、もう知ったこっちゃねえよみたいな感じで、もう、 生きるためならしょうがねえって言って、まあ、まあ盗みを働いたりとかですね、まあ、そういうのに走ったりするのが普通だったりするわけですよね。まあ、普通っていうか、まあ、諸外国ではそういうことがあると。うん。まあ、日本でも確かに火事場,場泥棒っていうのは、いるにはいるんですが、ただまあ、それ少ないですよね。大抵の人が避難場所まで行って、で、素直、えー おぎ,おぎよく列を作ってですね、配給の食べ物を待つと、<laughs> これが日本人なんですね。で、なんでそうなるかって言ったら、彼らは、あ、日本人はですね、別に両親がちゃんと働いてるからっていうよりもですね、えー、世間体が強いからなんですよね。まあ、つまりその、その、地震が起きて大変な時でも、みんな大変なんだから、あの、まあ、しょうがないよなって言って、そこでなんかさ、ギャーギャー騒いだらですね、えー、ご近所のおばさんから白い目で見られちゃうので、 まあ世間体が悪いので、そこでおとなしくしておくっていうのがまあ日本人的な諸生術で、結果的にそれが日本でその犯罪率を下げることにもなってるっていうのはあるわけですよ。でさ、世間体というのもよしあしでね、結果的にはね、私は嫌いですけど、ただまあ、結果的にはいい面も、いい効果もまあ,あるっちゃあると思うんですよ。じゃあさ、考えてほしいのは、その YouTuber のですね、この痴漢撲滅、盗撮撲滅、 えー、このパトロール系ユーチューバーですかこのパトロール系ユーチューバーが、えー、よりどころにしてるのは、世間体といえば世間体ですが、要は視聴者っていうさ、えー、これがまたさ、別の、その、なんていうのかな、その自分の行動を左右する要素として上がってきてるわけですよね。うん、だから今までは、その、良心、法律、世間体って、この三権分立だった、三権分立だったのが、このネット上の えー、視聴者っていうところでもう一つの権力が生まれてるわけです。ね。で、この世間体と視聴者の何が違うかっていうと、世間体っていうのはこれはいわゆるリアルの社会っていうものが、えー、現れるわけですけども、やっぱりこのリアルの社会ってね、やっぱりストレスが溜まったりしていろんなわだかまりもあるわけで、なんかリアルの社会では言えないような本音とかがこのネット上に現れたりするわけですよね。うん。で、そのネット独自のその世間体、まあ、 世間体っていうんですかね。ネットの世間みたいなものが形成される。だからその世間体ってものが、そのリアル版とネット版でこう分裂してですね、分裂して、あの、働くっていうことじゃないかなと思うんですよ。で、その、で、まあちょっと考えてほしいのは、あの、じゃあこうやってさ、3件分裂じゃなくて、4件分裂になったときに、 まあ、よりですね、えー、その権力の暴走というものが、えー、に歯止めがかかり、えー、よりその妥当な、えー、判断ができるようになるのかどうなのかっていうのが、まああのー、ちょっと視聴者の皆さんに考えてほしいなってことで、で自分の、私の中でもそんなに結論が出てるわけではないです。うん、で基本的には私はその法律とか良心というものを中心に、えー、物事を考えた方がいいと思ってます。うん やっぱり人には最初から持つ良心というものが、まあ、理性と言い換えてもいいですけども、まあ、こういうものがあると思ってますし、えー、もしくは、えー、まあその理性的に設計された法律によってしっかりと社会を支えていくというのが理想だと思いますただ現状でその日本というのは良心と法律だけじゃなくてこの世間体というものが非常に強い力を持っているということがあるわけですね でこの世間体が暴走してこの良心とか法律ってものをですね押しのけていくってことが、まあ、多々あるわけなんですよ。うん、だから私はもうちょっと良心とか法律にもっと力を持ってもらって世間体の力をもう少し弱めた方がよ,よりいい社会になるんじゃないかなと思ってるんだけどただ、とはいえもう世間体に支配されるってのはこれ日本の宗教みたいなとこあるので、あのー、完全なくすのはなかなか難しいわけですね。 うん、とすると、この世間体というものを、ちょっと相対化する装置があると、えー、いいのかなというのがあるんですけども、ちょっとね、えー、分かりづらくなっちゃったので書き直しますけど、ね、両親と法律、そして、えー、世間体ですね。世間体。で、えー、世間体と、あとそれから、まあ、インターネットの、まあ、視聴者ですかね。えー、視聴者ですね。 たもちろんこれ SNS なんかもね入ってくるわけなんですけども、えこの SNS における影響っていうのはさ、いわゆる普通の世間体っていうのとは、ちょっと違った働きをするじゃないですか。ま、基本は世間体に似てる面があってですね、もう両親とか法律とか何の関係もなく、ま、みんながどう思ってるのかなとか、ま、そういうものをですね、えそういうものを、 うん、そういうものをですね、えー、ちょっと、まあ、ネットという社会の中でこうあの影響を受けるってものだと思いますけども、あのーまあ、これはですね、これはこれで、そのね、例えば、あのー、なんかその視聴者が、えー、やれもっとやれ、もっとやれみたいな感じでね、 なんかそやし立てることによってこの YouTuber が調子になって乗ってしまってその犯罪を犯すとみたいなことにもなりかねないのでまあ危険なものではあるんですがただ一方でこの世間体っていうものをえー世間体に似てるがゆえにですねその世間体をちょっとこう相対化するっていうかそういうい役割もあるかなっていうのがありましてまあそこがですね難しいということだなと思うわけです。世間体っていうのはさ基本的にこれは日本なんですよね基本的にね。 この日本、つまり世間,、まあ、世間っていうとさあの、ご近所さんとかね、小さなコミュニティ的なあれなんですけども、ただ日本っていうのはさ、あのー、明治以降ですね、えー、国というものを中心として、えー、国家を作る、つまり社会を作るんだっていうことでやってきたわけですが、ただ社会というのはさ、形式的にはあっても、あのー、結局その日本の社会というのは大きな村として、 えー、大きな村としても世間体って形で置き換わってしまってるだけでさ、あのー、ちゃんと社会って機能してないじゃん。で社会がちゃんと機能してるなら、ちゃんと法律をね、元にした社会になるはずだけど、そうはなってない。ね、世間体というね、ものが幅を利かせてしまってる。でもその世間体というのは、その自分の学校とか職場とかだけっていうのじゃなくて、もっと広く広くですね、日本全体を一つの村とした時のみんなの目。 みんなからどう見られるかみたいななんかそういうものになっちゃってますよね、うん、だからもうこれに支配されてしまうとその日本全体で僕をどう見てるんだろうかみたいなそういうのにとらわれてしまって非常に窮屈な社会になってしまうわけなんですね。 でもネットっていうのはさ、これ基本的に、あのー、必然的に小さなコミュニティになるじゃないですか。YouTube だったらその自分の YouTube 見てくれる人みたいな感じで小さな中で承認されてればいいみたいな感じで、まあ、世間体は世間体だけど、まあ、本,来のあ本来の世間体みたいなですね本当の意味での村みたいな感じになりますよね。だってもう自分に関心ない人はさ見ないじゃないですか。うん、だからさっきの中島って人だってその中島のファン に受ければいいいかなっってて感じででこううう動画作ってたと思うんですよ、うん、だそういうさ、その自分をある程度支持してくれる人が集まってるコミュニティ、まあ、SNS なんかもそうですけども、まあ、そういうものがですね、まあ、小さなコミュニティとして、えー、機能して、この世間体というね、うん、これを、えー、緩和する装置として働くのであれば、まあ、あのー えこういうですね中島みたいな行為っていうのもまあそれ自体がどうか分かりませんけど大きな目で見ればあなかち否定できるものではないのかなっていう面もちょっと思ったりはしました、うん、ただやっぱりとはいえねやっぱり日本人って世間体とか世間まあみんな教なんであのこの世間体というものとこのこのまあ視聴者ですかねこの 大きなコミュニティ的な世間体というのと、小さなコミュニティ的な世間体であるネットというのが、これがくっついちゃう時があるんですよね、うん。これ別に完全独立してやってるならいいんだけども、あの、ね、もちろんこれ緊張関係あるんですよ。だって世間体が気に入らないからネットに逃げ込むってことあるわけじゃないですか。ね、み,みんなから認められないようなことをネット上に吐き出すってこともあるわけですから、この世間体とネットというのは、 あのちょっと緊張関係があると思うんですよ、うん、で緊張関係があるからこそあのお互いに、えー、バランス取り合うっていうところはあるのかもしれない、うん、だからネットとかね SNS とかをなんかその批判する向きもあるけれどもただこれ全部潰しちゃった場合あのまた世間体が幅利かせるようになってしまうのでだったらネットとかあった方がまだいいのかなっていう感じもするしかといってネットが ネットで評価されるされたいがためにですねあの法律を犯すなんてことに対する歯止めがかかんなくなってしまうこともあるからまあそういうところはですね結構難しいのかなと思ったりもしますね、うんえーまあ、でもまあいずれにしてもですねあの世間体とかインターネットとか、まあ、こういうものがですね競い合えば競い合うほど、まあ、よりですね法律というものがやっぱり重要になってきますしあの、まあ、今回の件で言うならば 指、えーまあ、人逮捕っていうのは法律でも一応定義づけられてるんですけどもただこいつのやってることがですね本当にそれでいいのかっていうのはあのー、ちょっと、えーまあ、私もちょっと疑問ですし、えーあのーまあ、その辺はですねちょっと本物の警察の皆さんにちょっと し,しっかりですね、えー、ちゃんとパトロールしていただきたいなというふうには思ったりしております。はい、というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。今はね、えー日本、日本人はですね、最近は4件分立の時代に入っているということです。ね、今までは良心、法律、世間体というね3件分立だったのが、最近はインターネットが出てきて4件分立の時代になって,しまって,なっています。その4件分立、ねえー、これがちゃんと機能するのかどうかね。ね えー、それをしっかり見ていくべきじゃないかなと思っております。ありがとうございました